Hi, アメリカ・ネバダ州にエリア51という秘密基地があるんですけれどもこの画像がそのエリア51近くで撮られました2023年に入って、まあ、つい最近ですねで大きなトラックトレーラーに載せられた UFO ではないかってちょっとした話題になっています まあこのようにトラックで運ばれる UFO の画像っていうのはアメリカ各地で撮影されたりするんですけれどもちょっと気になりますね次の画像ですけれども夜空で光ってその後爆発したという物体ですこれはアメリカのワシントン州の夜空ですでアメリカってワシントンってつく州が2つあるんですけれども政治の中枢ワシントン DC とは別にシアトルがあるワシントンそのシアトルがあるワシントンで撮られました これは2021年の画像だそうです。地球の大気圏に突入した時に爆発炎上したんではないかと言われてるんですけれども、UFO ではないかって言われてるんですねで。それはなぜかというと、これに関して全く何の公式の発表がないそうです。つまり民間の飛行機や軍の飛行機であれば必ず発表しますし、調査もすると。 いうことなんですけれども、これに関して全くほったらかしということで、発表できない何か、つまり UFO ではないかと言われております。UFO や宇宙人ってそもそも地球にある酸素が合わないんではないかと言われてるんですね。私たち人間ももともと酸素は必要としていなかったんですけれども、生き延びるために酸素を体内に取り込むことを覚えて、 今、人間のようにして、まあ、地球で繁栄してるんですけれども、つまり、UFO ってもしかしたら生きているかもしれない。UFO って乗り物ではなく、生物そのものではないかって言われていて、つまり UFO 自身が酸素に触れて不具合を起こすんではないかっていう、まあ、推測もされています。 次はアメリカ各地で撮影されたトラックで運ばれる UFO の画像を見ながら一つの事件をお伝えしたいと思います。こちらもすごいですよね。なんだか不思議な形の荷物を運んでいます。UFO だってこれも言われてますね。あのー、ラスベガスにお家があって、あとエリア51の近くに小さな町、レイチェルっていう町があるんですね。それはラスベガスから北にだいたい車で2時間ぐらい行ったら行けるそうですが、 そこに事務所を持ってる人がいるんですね。ヨーク・アーヌさん。彼は UFO に関して見せられて、エリア51のすぐ近く、レイチェルで事務所を構えて、ウェブサイトを運営してたんですね。それはドリームランドって名前のウェブサイトで、UFO に関することをいろいろ書いてたと。で、そんな中彼がですね、なんかその、エリア51の周りってセンサーを埋めてるんですよね、土に。人が入ってきたらすぐ逮捕するように。 それを30個ぐらい見つけたみたいなのをウェブサイトに書き込んだところなんと3日後に FBI が家宅捜査に入ってるんですよねでさらに彼はレイチェルっていう町に事務所を構えながら車で2時間ぐらい離れたラスベガスに家も持ってるんですねで家には彼のガールフレンドがいたんですがなんとその家も家宅捜査に入ってるんです。 さらに FBI だけではなく空軍の特殊捜査局も一緒になって捜査に入り彼が持っているすべてのデータ、UFO に関するお話とか彼のスマホ、パソコン全部押収されたそうです。これが去年、まあ、今から半年ぐらい前ですね、2022年11月に起きております。 でもこのことに関してラスベガス地元テレビ局も動いてインタビューとかしてるんですけれどもまあ彼もですね裁判を起こすって言って怒ってるんですけど結局超えてはいけない一線っていうのがあってそれを超えてしまったため強制捜査に踏み切ったのかなと思うんですけれどもちょっと怖いですねこういった画像も一生懸命ご紹介していた人も いつの間にか動画が全部消されてですね、なんかその行方不明になってたりして、もう笑い事じゃないんですけど、すごい怖いなと思いながら、ちょっと見てますね。まあ今、日本が置かれてる立場が、かなり今、危ないですよね、ロシアが睨んでるし、まあと、とにかくあの N 国あの北朝鮮とかからもミサイル飛んでくるし、あとパンダの国も睨みきかしてるし。 いつどうなるかわからないっていう中で何が UFO の話だって怒られたりはするんですけどちょっと気になるので、まあ、当機の、まあ、視点からこんなことがありましたよということを、まあ、このチャンネルでは、まあ、お伝えしていきたいというふうに、まあ、思っております、まあ、これもすごいんですけれども大きな広い道路の真ん中にトレーラーがあってそれに UFO らしき物体が乗っているというですねすごく気になる画像っていうのが散見されるわけなんですが。 まどうなんでしょうか、まあ、皆様はどう思いますでしょうか、まあ、今回はちょっと不思議な画像と、さらにこの UFO を追いかけてた人が固く操作されたっていう話ですね、まあ、それをちょっとお伝えしてみました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。